第2代ノッティンガム博、ダニエル・フィンチ第2代ノッティンガム博及び第7代、ウィンチルシー博ダニエル・フィンチは、イギリスの貴族、政治家。初代ノッティンガム博ヘンエッジ・フィンチとダニエル・ハーベイの娘、エリザベスの息子。1647年、ロンドンで誕生。1658年からインナーテンプルと、ウェストミンスタースクールで3年間学習し、 1662年にオックスフォード大学のクライストチャーチに入学。1665年から1668年にかけてグランドツアーに参加。ドイツ、イタリア、フランスを訪れ、イングランド帰国後の1668年に王立教会フェローに選ばれた。1673年にウィルトシャーのグレート・ベッドウィンで会員議員に選出。 1679年にスタッフ,フォードシャーのリッチフィールドに立候補、1681年から1684年まで海軍教を務め、1685年にジェームズ2世が即位すると忠誠を誓ったが政権から遠ざけられた。1688年に名誉革命が起こると和睦の使者としてハリファックス公、ジョージ・サビル・ゴドルフィン男爵シドニー・ゴドルフィンと共に、 オランダ総督ウィレム三世と交渉に向かい、ロンドン期間後は、ロチェスター博、ローレンス・ハイドラが発足した暫定政権に加わり、ウィレム三世到着まで治安維持に尽くした。1689年にウィリアム三世、メアリーに世夫妻が即位すると、北部担当国務大臣に任命され政権の一員となった。同年に、ウィム世にケンジントン宮殿を売却。 翌1690年に南部担当国務大臣に転任してからは、顧問の一人として徴用され、1692年に北部も担当することになり、海軍帝督、エドワード・ラッセルと協力して、イングランド艦隊の準備を進め、バルフルール・ミサキとラオー軍の海戦で勝利に貢献した。しかし、議会からは、積極的構成に出なかったことを批判された上、 ラッセルとも衝突して地位が揺らぎ、ウィリアム三世の擁護でラッセルは更迭されたが、翌1693年のラゴスの海戦で、イングランド戦団が壊滅すると、ラッセル復帰を求める議会と妥協した、ウィリアム三世に更迭された。解任後はゲヤして、トーリー島の急進派として、活動、1702年にウィリアム三世が亡くなり、 義前の案が即位すると南部担当国務大臣に再任された。再任後は、ロチスターと共に恩健派のゴドルフィンと対立したため1704年に辞任、1706年には数密院から除名されゲ野して政府批判に回り、1711年に恩健派のロバート・ハーレイとヘンリー・シンジョーンが政権を奪取しても野党に止まり、スペイン継承戦争の方針をめぐって、 対立逆に保育党と結託して和平を非難した。1711年の議会で政府の方針に対して、スペインと西インド諸島がブルボン家の所有のままフランスと講和するのは危険と主張、保育党のスペインなくして講和なしという主張に沿って1時間話し続けた。主張は会員で否決されたが、被告教党を公職から排除する、 便宜的国境と禁止法案を可決、政府への影響を保ち続けた。1714年に、アンが死去して、ジョージ一世が即位、ハーレーシンジョン・ラ・トーリー党が失脚して、保育政権が成立した時は、数密院議長として、トーリー党員で唯一閣僚に選ばれたが、1715年に、起こったジャコバイトの反乱にかこつけて、保育党がトーリー党を弾劾。 没落に追い込むと1716年に、ミツイン議長を更迭され、政権から排除された。以後は、政界から引退、1729年に死去した、東園のウィンチルシー・ハクジョン・フィンチの借位を継承。翌1730年に82歳で、亡くなり長男のダニエル・フィンチが、ノッティンガム・ハククライとウィンチルシー・ハクイを継承した。1674年、ウォリック・ハク、 ロバート・リッチの娘エセックスと結婚、娘を一人儲けた。メアリー・ハリファックス公、ウィリアム・サビルと結婚、死別後にロックス・バロー公、ジョン・カート再婚、ドロシー・サビルの母。1685年、ハットン子爵ク,クリストファー・ハットンの娘アン再婚、10人の子を儲けた。ダニエル第三代ノッティンガム伯第八代ウィンチルシー伯。 ウィリアム・ジョン・ヘンリー・エドワード・エセックス、ロジャー・モスティンと結婚、ヘンリエッタ、クリーブランド校、ウィリアム・フィッツロイと結婚、メアリー、ロッキンガム校、トマス・ワトソン・ウェントワースと結婚、首相チャールズ・ワトソン・ウェントワースの母。シャーロット、サマセット校、チャールズ・シーモアと結婚、エリザベス、マンスフィールド・博、ウィリアム・マレーと結婚、フィンチ・ダニエル。 セカンドアール・オブ・ノッティンガムシックス・アール・オブ・ウィンチェルシー。レコード・ザ・ロイヤル・ソサイティ2013年1月4日閲覧。イギリス革命史、P80P88、P110P11、P142P143、P165P171、P190P198。イギリス史に P278P282。P スペイン継承戦争 P100、P192、P328、P331、P387、P388。ありがとうございます。